人権天天皇皇は、危機によれば第24代目の天皇である。生没年は不詳。一延の,のおしはのみこの子で、桶のスメラミコトなどとも称される。父が有力天皇に殺された際、弟の桶のスメラミコトととともに丹波や針馬に逃れた。後に聖寧天皇によって皇太子として迎えられた。聖寧天皇の死後、桶のスメラミコと、の後を継いで即位し、有力天皇の娘、春日の大いら詰めの姫彦を皇后に迎えた。彼の知性は国中が安定したと評された。 墓所は大阪府藤井寺市ののの羽生の坂本の見捧ぎとされる実在性には議論があるが史実性も高い古代史において重要な役割を果たし後世に伝承されてきた人物である。